日本管財センター株式会社代表取締役社長関根明人です。業務内容販売形態につきましては、主に設備業者向けの商品を取り扱っております。主力商品としましては、建築設備に利用されております、パイプバルブを中心とした管材になります。 B2B 向けのオンライン販売に至った経緯でございますけれども、業界全体が IT 化が進んでいなかった現状の中で、これまでは EC に関するご要望というのは非常に少なかったというふうに認識をしております。取引先企業様の世代交代が進むことにより、徐々にではありますがオンライン販売のご要望、オンライン販売のニーズというものが高まってきたと思っております。 Amazon ビジネス登録の理由につきましては、何といっても販路の拡大になります。新規のお客様から現金取引をしたいというニーズは常にあったんですけれども、代金回収そのものを Amazon さんが対応してくださるということ、それによって予診確認や入金確認の手間がかからず、未入金の不安から解放されるということは非常に大きなメリットだと感じております。また新しい取引先の開拓が容易になるということは非常に大きなメリットだと感じております。 Amazon ビジネスの良い点につきましては、何といっても Amazon さんの知名度、そして商品の探しやすさにあると思います。非常に知名度が高く間口が広いことで、たくさんのお客様に来ていただける可能性を感じます。また型番を指定して必要な商品をダイレクトに探すことができるということが、業界的にも非常に受け入れられやすいのではないかと考えております。そして営業時間外でも対応が可能になるということ、オペレーターがいなくても発注対応ができるということは非常に魅力的だと考えております。